こんにちは、ゆたかさん、はい、松井秀喜さんファンにはたまらない情報が入ってきました。そしてジャイアンツファンの皆さん、はい、松井秀喜さんがなんと巨人のキャンプ臨時コーチを務めることが決まったということで、はい、2018年以来6年ぶり4度目となるということですけれども、はい、これも阿部監督が、まあ、一緒にプレーしたことももちろん現役時代ありますし、もうラブコールを送ってたそうです。来てほしいと。まあ、阿部監督のもうお師匠さんみたいなもんだもんね。はい、うん、まあ、お師匠さんというか慕ってたしね、うん、でニューヨーク行って、うん、だから対談もしてたし。そうなんですね、うん、だから、まあ、まあ感性が合うのかどうかわからないけども、はい、うん、やっぱり、ね、説得力があるよね。ですよね、うん、で期間は第3クールの2月10日から13日までの4日間ということで、はい、まあ、宮崎か、そうですね、宮崎豊さんは行かなきゃいけない時ですもんね、うん、ということで、で過去の松井秀喜さんが臨時コーチをした時には、はい、まあ、坂本選手とか岡本和真選手に打撃のアドバイスを行って、まあ、飛躍のきっかけになった、はい、ということなんですけれども、はい、まあ、今回は秋広だろうな。あ、そうだと思います。なんか、まあ、秋広、門脇、はい、そのあたりだろうなと思うよね。まあ、他にもいっぱいいるけどね、うん、萩尾とかもそうだし、まあ、岡田っていうのもそうだしね、はい、だからまあそこら辺にいい、ね、刺激になるといいなっていうふうには思うけどね。まあ、特に秋広選手はね、あれだけのやっぱりダイナミックな身長があるので、松井秀喜選手どういうふうに松井さんは秋広選手にアドバイスというかされるんですか。まず持ってる体が違うからな、うん、広さとか、はい、畳1畳分ぐらいあるから、ね、いや、まあ確かにそう。いやいや、本当にでかいよ背中は。で、松井秀喜さん見上げてる感じですかね。いや、その松井秀喜も見下ろされるという、うんうんうん、感じだろうけどもさ。いや、だけど秋広がいいものをね、はい、掴むと面白いよね。そうですよね。どんなことを吸収してほしいですか、秋広選手には、松井さんから。まあ、いろんな人の話を聞くのは大切なことだと思うんだけども、はい、俺結構実際は中田翔とやってて、うん、中田翔も結構教えたと思うんだよね、バッティングのことに関しては。だからこうバラバラにならないようにしてほしいなと思うよ、うん、だ正しくても間違っててもやっぱ一つのものを得ようとした時にやっぱこういろんなことにぶれ出すと、うん、まあ、結局何をやってるかわからなくなるというか、はい、だから中田翔だったら中田翔でいいから、うん、中田翔の教えを守るとかさ、やらないと、いや一時期来たからちょっとやってみようじゃ、うん、もうバラバラになっちゃうから、うん、だからそこら辺はどう考えるのかっていうことがやっぱ大切だよね。そうですね。だから松井秀喜さんっていうのはやっぱこうなんて間違ったことは言わないし、多分正しいことを言ってるんだろうけども、うん、感性に合わないっていうのはあるからね、うんうん、ってなると例えば大幅にということじゃなくてちょっとしたアドバイスポイントぐらいにとどめて。あ、まあまあそれそうだね、うん、ただまあいいところはやっぱ取っていいと思うんだよ、うんうん。まあ、先ほど言った中田翔とあってね、寝食ともにしてやったものがバラバラにならないように秋広はね、まあ、やった方がいいかなと思う、うん、あと先ほど名前が挙がった例えば門脇選手、まあね、松井秀喜さんと全くタイプが違いますけれども、でもね、まあ、打つっていうことに関してはそんなに、ま、違ってはない。ただ遠くへ飛ばすかライナーを打つかっていうのは打ち方っていうのはある、うん、だからまあそこら辺は、うん、まあ、あのぐらいの人だからうまく伝えると思う。門脇選手にはどういうふうに打撃の方のステップアップを2年目っていうのはやっぱり率だな、うん、やっぱこう率を上げてて、まあ、出塁率だよ、まあ、とにかく返すバッターたくさんいるし、うん、だからまあ坂本だって岡本だって、うん、あの勝負強いからね、だからその前にいかに出るかっていうことだから、うん、まあ、出塁率だよね、うん、どうやったら上がっていくのかっていう、まあ、ここをやっぱ追求していってほしいよな。 そうですね、そしたらこういう振り方しなきゃいけないとか、うん、まあ、いろいろあると思うんだけども、なんかそういうことも含めてなんか松井秀喜さんからアドバイスをなんかこう、まあそうだね、打席での、でもあの人は出塁率というよりも、そうですよ、返すバッターだからさ、決めるバッターだから勝負を、うん、そうですよね。だからなかなかね、まあ、そういうでも頭の中では多分理解もされてると思うから、だからまあそこら辺でいいアドバイスがあるといいなとは思う、ね、あとはどうでしょう、やっぱり昨シーズン初め頃に坂本選手がキャンプでいろいろこう年齢的なことも含めてすごく悩んでバッティング悩んでいた、そういうことも含めてまた松井秀喜さんから何かアドバイスをもらったり、あれ悩んだんじゃなくて首脳陣と悩ましされたんだから
まあそうなんですね、別に本人が悩んでたわけじゃないんで、確かに確かに本人はこのまま行こうと思ってたんだろうけども、うん、周りがそれを良しとしない周りの人間がいるわけだから、まあ そうですね、だからそれはしょうがないよね、うん、まあ、悩みには見えるだろうけども、うん、はい、悩みというよりも怒りだったんじゃないかなっていうような感じもするんだけどもうん、まあだけど、まあ、年齢とともにね、うん、坂本勇人という人間も変わっていかなきゃいけない、うん、まあ、バッティングスタイルもね含めて、だからまあそういう微調整の部分にはもういるんだろうけども、うん、まあ、どういうふうな変化をもたらしていくのか、うん、まあ、これはやっぱり楽しみだよね。そうですよね、うん、だからそこで、だからまあそこら辺で松井秀喜っていう人間もそこを通過してきてると思うんだよ、うん、例えばこう骨折があってその後バッティングがどう響いたのかとか、うん、それを良くするためにはどう対処したのかとか、うん、やっぱこう考え方とか、はい、そういうことをやっぱこう聞くといいかもね。そうですね、うん、岡本和真選手は もちろんね松井さんいたら聞きたいことたくさんあるとは思うんですけれども、どういうことを、ね、話したりされるのかなっていうタイプ的には、まあ、やっぱ飛ばすということだろうね、うん、あとはやっぱこう勝負どころでのものの考え方とか、うん、まあ、6年前だと岡本和真が、ね、しっかり喋れたかどうかですね。そうですね、松井秀喜さんだみたいなね、うんうん、まあ、今も堂々たる4番だし正面で喋れると思うから、だからいろんなことをこう聞いてほしいなっていうふうには思うよね。同じね巨人の4番を背負ってるっていう2人なので、何かこうねどんなことまあやっぱこう通ずるものはあるだろうね、お互い気持ちの中で、あのやっぱり4番としての考え方だとか、だからまあそういうところでの、まあ、通ずるところでまたもう一つ上に行くにはどうしたらいいのかとか、まあ、そういうところ、まあ、人間性もね松井秀喜っていうのはね、うん、立派な人で、はい、だからああいう人がもう野球選手の代表であるっていう巨人の4番だよね、はい、だからまあそういうふうに岡本和真もなってほしいし、はい、もうなりつつあるけどね。そうですね、うん、あとはやっぱり阿部新監督と松井秀喜さんがどんなこうね話をされたりとか、誰々ちょっと見てよみたいな感じで、見てよとは言えない見てくださいですけども、もちろんもちろんもう阿部監督ですら見てよなんて言えない言えないですよね。そうだった、見てください、ちょっとお願いしますみたいな、だそれをこうねカメラが歩いてたり行かれるファンの方は、今阿部さんが誰か選手を託したよみたいな感じでこう見る、もう興奮してるんですか。確かにそうだと思って、なんか、まあね、うん、なんか今までは原監督とかやっぱりその松井秀喜さんよりも年上の監督っていうのが、ね、いらっしゃる、まあ、原監督っていうのはキャンプやっても、うん、まあ、ある程度その派手さっていうのがあったけど、うん、まあ、阿部監督になったら落ち着きはあるけど、もう一つこう、ね、チームの成績がここのところは芳しくないから派手さがないよね、うん、まあ、そういう意味では松井秀喜っていうその臨時コーチを連れてくると、うん、まあ、なんかこう箔がつくというかさ、うん、華やかさがあるというかさ、そこの狙いもあるのかなっていう感じもするけどね。確かに注目度とすればね。そうですよね、多分その日ファンはすごいでしょうし、多分マスコミの数も結構多いんだろうなっていう、まあそりゃそうだよね、うんうん、だからまあ楽しみではあるけどね、まあ、6年、まあ、歴代の4番が揃うというね。そうですね、松井秀喜、新之助、岡本和真みたいなね、そう、多分3ショット抜かれるんでしょうね次の日のスポーツ。まあそうだな、はい、で3人で何本打ったかみたいなね、うん、まあ、細かく書かれたりとか、まあ、そうだな、うん、巨人の4番だけは横綱みたいになってるからね、第何代4番打者みたいな、あれはもういらないと思うんだけどさ私も思うんですよね。ああ、いやだけど、まあ、そのぐらいね、うん、まあ、昔からその巨人の4番はプレッシャーが強くて大変なポジションだったみたいなね、はい、まあ、そういうことを言われてきた中で勤め上げてきてる人たちだから、はい、だからそれはまあちょっと見てみたいな、スリーショットって。そうですね、まあ、宮崎にコーチとして、まあ、6年ぶりに松井秀喜さんが帰ってくる姿が見られるということで、はい、ね、まあ、選手の方もちろんですけれども、ファンもちょっと楽しみなキャンプになりそうですね。まあそうだな、うん、まあ、楽しみだよね、まあ、でもキャンプやってて、まあ、選手に注目を浴びなきゃいけないのに、こっちばっかりはスポットライトが当たってたら、まあ、それでも巨人の選手は、うん、あ、向こうに気が散ってるからいいやみたいな、いやみたいな、何のかも分かんないんだけどね、今の選手はね、そうかもしれないですね。そうだな、いつも見られてる感じがするだろうからな、うん、巨人ぐらいの選手だったらな、いや、そうですよ、それはいい効果を生むようにね、はい、期待してますよ、はい、はい。